目町山本周五郎1ただ嫌だなんてそんな子供のようなことを言ってどうなさるのあなた来年はもう21になるのでしょういくつでもようございますわ嫌なものは嫌なんですものこう言って文代は澄ました顔で菓子をつんだ小さい頃から私のお花は天井を向いているのよと自慢していた花が そんな風に済ますと、正しく沿って見え、子供っぽい愛嬌が出るので面白い。しのは、つい笑いそうになりながら、茶を注いでやった。一体、その竹井という方のどこがお気に入らないの。ご家族も少ないと言うし、ご身分の釣り合いもいいし、申し分はなさそうじゃないの。ですから申し上げたでしょう。その方には不足はないんですのよ。ただ嫌なんです。 本当は私結婚すするとということが嫌なんですまだそんなつまらないことを言って。だって、あなた、女はどうしたって、いつかは、家を出なければならないものなのよ。ええ、わかっていますわ。でも結婚しなくっても、お家を出ることはできるでしょう。あまさんになってもいいし、何か芸事を教えて、一人で暮らしてもいいし、私だって、そのくらいのことは考えていますわ。 文代の言葉付きには、いつもとは違って、何か思い詰めたような響きがあった。しのは、ちょっと驚いて、妹の顔を見た。あなた、それは、真面目におっしゃってるの、文代さん。真面目ですとも、私も、ずっと、前からそう思っていたんです。子供っぽく済ましていた文代の顔が、その時紐を締めるように固くなった。 藤田の弓子様は、もう二人もお子があるし、他のお友達も、大抵婿を取ったり、お嫁に行っていますわ、その方たちのお暮らしぶりを見ていて、私、つくづく、結婚というものが嫌になったんですの。もっと直接に言えば、お姉様よ、お姉様だって、この上村へいらしって、五年になり、兜之とのすけさんというお子もあって、よそ目には平穏無事に見えるかもしれないけれど。 決して、お幸せでないということは、文代にはよくわかっていますわ。まあ、あなた何を言うの、しのはびっくりして遮った、そんな乱暴なことを言い出したりして、もし、人に聞かれでもしたらどうなるの。ではお姉様はお幸せですの、文代は、真剣な目で見つめる。結婚して五年も経つのに、お二人の様子は、まるで他人のようじゃございませんか、模義兄様は、 あの石仏のような冷たいお顔で何もかも気に入らないという目つきで墓かばかしくは口もお聞きにならないお姉様はただもう遠慮してご機嫌を損ねないようにと絶えず気を張っていらっしゃるこんな風でいてそれでもお姉様はお幸せだとおっしゃいますのもうそれでおやめなさいいいえたくさんおやめにならないと怒ってよしのは強くこう言った 実際怒りそうな顔つきであったが、その美しく澄んだ目には、狼狽の色が現れていた。妹が黙ると、しのは静かに茶を入れながら落ち着いたゆっくりした調子で、こう続けた。人間の幸不幸は、たやすく判断のできるものではないわ、ことに、夫婦の間のことは、難しいものよ、旗から見て、仲がいいとか悪いとかいう感じだけでは。 到底わからないことがたくさんあるの、経験のないあなたが自分の目だけを信じてそんなふうに考えるのは大変な間違いよ。文代は姉の言葉を上の空に聞き流した。はいはいなどとお辞儀をしてその話はそれでやめにしたが何かまだ言いたいことがあるらしい。様子が落ち着かないと思っているとやがてさりげない顔つきで意外なことを言い出した。 お姉様、西原の友也様が、ろ者へお入りになったことご存知でしょう。友也様が、なんですって、家事様、岩光様、大井様など六人一緒に、一月ばかり、前にお召し出しになって、そのまま、お城の牢に入れられて、おしまいなすったんですって、ご存知なかったんですか。いいえ、ちっとも、は、体の震えてくるのを懸命に抑えながら、 突然きっとした気持ちになり、いくらか青くなった顔を上げて妹を見た。でも、文代さん、あなたは、どうして、そんなことを、私に、おっしゃるの、西原さんのことなんて、私に関わりがないじゃないの。ええ、別に関わりありませんわ。いがんだ微笑をして、文代はうなずいた。そんなつもりで言ったんじゃないんです。 私たち古くから親しくしていたし、あんまり思いがけないことになったので、お姉様はご存知かと思ってお聞きしただけなんです。私何にも知りません。それに、ご政治向きのことなんて、知りたいとも思いませんわ。文代は、じっと姉を見上げた。それから、悔いと顔を背け、片手で、目の上を覆うようにしながら、低い声でそっとささやいた。 おかわいそうなお姉さ、ま、にそれから六十七日の間志乃は落ち着かない悩ましい日を送った友也がどうして城中の牢へ入れられたかその理由だけでも知りたかった実家の兄は何度奉行をしているので兄に聞いたらわかるかもしれないそう思って妹の縁談のことで菅川へ行って参りたいのですが こう言ってみたが、良人は、こっちへは目も向けず、いつもの冷ややかな声で拒絶した。今ご用が多忙だ、留守にされては困る。文代が石仏のようなと言った、感情の少しも現れない、取りつく島のない態度である。死のは引き下がるより仕方がなかった。そうだ、生地知らない方がいいかもしれない、理由が分かったところで、自分にはどうすることもできない。 それに今の自分とは関係のない人だ。自分でこう自分をなだめなるべくそのことを忘れようと努めた。しかし事実は反対で気持ちは落ち着く時がなく頭の中ではいろいろな思いが家紋のように絶えず消えたり現れたりした。その中心にあるのはいつもともやでありついで何かを指摘するかのように。 妹のささやきが聞こえた。おかわいそうなお姉さま妹のそのささやきは、死のをぞっとさせる。それは、罪の自覚を促すように思える。知っていたのだろうか、ともやと自分とのことを。そんなはずはない、妹に気づかれたような記憶はないし、あのわずかな、一陣の風の吹き去ったような出来事は、決して、 旗のもののももに分かるようななではなかったそれではなぜかわいそうだなどと言ったのだろうか。しのはそこでつまずき、そのたびにやはり一種のぞっとした気持ちに襲われるのであった。今日は夕刻から客がある酒の支度をしておいてくれ。両人がある朝こう言った。お客様はおいく人くらいでございますか。三人か四人。 それより多くなることはない。しかし、そこは適当にしておけ。ご祝儀でございますかそれとも。祝儀と不祝儀では支度が違う。それでそう聞いたのであるが、良平は、不機嫌な目でたがめるようにこちらを見、それから黙ったまま出て行った。折やしく、兜の助が熱を出した。両人が出資すると間もなく、本場の杉が知らせてきて。 それから医者を呼んだり、手当てをしたり、午後まで何をする暇もなかった。兜之助は三つになるが、両人の主張で生まれると、すぐから本馬の手に任せられ、篠は、ほとんど世話をしてやったことがない。女親は甘く育てるからいけない。良平はこういうのであるが、それは、妻を自分に引きつけておきたいのと。 自分の高音場に育てさせるという虚栄心のためのようであった。彼は50石足らずの組頭の家に生まれ、随分貧しい生活をしたらしい。国家老の芋み表栄に認められて、横目役所から、ついに青目にまで出世したが、日常の極些細なことで、女の死のが恥ずかしくなるほど細かく、倹約というより、 むしろ臨職に近いところが証くなかった。その反面には、自分が大目札という意識から、時折妙な格式ぶったことをする、兜之助を御馬に育てさせたのも、その一例であるが、生活ぶりとちぐはぐなので、大抵の場合、虚栄心の自己満足に終わってしまう。この人には、自分のことしかない。志乃は、神村へ化してきて、間もなくそう思った。 国郎が大目府に推挙したのはそういう性分を買ったためかもしれない物差しで割り付けたように隙がなく常に冷静で物に呵責がなかったこの結婚は自分には間違いだった初めの半年くらいで死のはそう悟ったものであった兜之助は健康なのでこれまで母として何の苦労もしていなかった それが病気になられてみると耐えられない自責になった医者の診察によるとその高熱は腸の疾患から来たもので熱よりはその方が重大だという次は10日ばかり下痢が続いていると答えたが医者は怒ったような顔で小さいこの健康は瓶で見分けをつけるというくらいではないかそんなことでは大切な音場の役は務まらぬだろう こう言ってしかり、シノもよく気をつけるように注意された。そんなごたごたもあり、予想よりも早く、両人が客を連れてきたので、夕方の二時間ばかりは、シノは、息をつく暇もないほど忙しかった。客は、五人、十時前には帰ったけれども、両兵は、接待が気に入らぬらしく、客が去ると、すぐシノを呼んで怒った。 禅の者も給仕もなおざりすぎる。朝から申しておいたのに、全体何をしていたのか。召使いにでも怒鳴るような荒い声であった。しのは謝らなかった。自分でもよそよそしいと思う声で、下を見たまま言った。兜ぶとの助が、急に病気になりまして。両平は、ちょっと息をのんだ。病気とは、どんな病気だ。医者の申しますには、 大変、腸を悪くしているそうで、二三日は大事を取るようにとのことでございました。それなら、城へ使いをよこすべきだ。こう叫ぶと、どこに寝かしてあるかと言って、良平には、珍しくせかせかと立った。兜の助は、その夜、引きつけを起こした。医者を呼びにやり、手当てをしてもらうと収まったが、明け方まで、完結的に。 震えの発作があって、篠は、とうとう、朝まで寝ずに看護していた。良平は、医者と入れ違いに寝前去った、はじめ兜之助の苦しむのを見たときは、顔色を失い、唇を白くして、自分でも無クロを震わせていたが、寝床へ入ると、それなり出てこなかった。こんな時友也様なら、どうなさるだろう。杉も下がらせたあと、一人で、 兜の之助の顔を見守りながら、篠は無意識にこをつぶやいて、その声に自分でびっくりして、目を固くつむった。激しい自責の思いと、悩ましい死ぼのような感動とで、胸が切なくなり、頭がクラクラした。もしこの子が死ぬとすれば、あの時自分に勇気がなかったことの罰だ。篠は、全身に針を打たれるような感じで、 長いこと目をつむったまま座っていた。良平は、兜之助のそばへも近寄らず、容体を聞こうともしなかった。死のも話す気になれない、両人の冷酷に似た硬い顔を見ると、口まででかかった言葉が喉につかえてしまう。たとえ兜之助が死んだとしても、自分から両人には言うまいと思った。実家の素川から、母と妹が見舞いに来たが、 その時母に、これからは自分で世話をするがいいと言われた。上村さんの家風もあるだろうけれど、やっぱりお腹を痛めた母親が育てなければだめですよ。おんはどうしたって音んで、血をあけたものとは違うんですから、それに、まるで情が映らないじゃありませんか。こんなことは、殿方にはお分かりがないのだから、あなたからそうおっしゃらなければだめですよ。しのも、 そうしようと思った。それで、兜の助が、もう大丈夫と言われたのを機会に、そのことを良人に申し出た。これまで通りにやってもらおう。良平の返事は、にべもなかった。兜の助は、上村家の後継ぎだ。俺の子は、俺の思うように育てる。まるで差し出がましいと言ったような調子である。志乃は、黙って、 目を伏せたままそこを立った。それまでは、良人を愛せない気持ちだったが、その時から、死の別れを憎み出した。そうして、妹がいつか言った言葉、お姉様はお幸せではないと言った言葉が、決して独り勝手ではなく、妹には、はっきり察しがついていたのだということを認めた。友也様は、どうしていらっしゃるか。死のは、現在の、 暗い冷たい生活から逃げ出すように、しばしば海藻の中へ閉じこもった。西原智也は、亡くなった父の友人の子で、長い子と親族のように付き合っていた。気性の明るい、感動しやすい、多少乱暴ではあるが、思いやりの深い、誰にでも愛される素質を持っていた。おとなしい一方の志乃は、早くから、ひそかに彼を愛していた。 それは、人を愛するということが、どういうことであるか、まだ自分でも分からない年頃だったので、本能的な自己保護と、もう一つは周知から、自分ではそうしようと思わずに、彼を避け始めた。なんだか、嫌に冷淡になったね。逃げてばかりいるじゃないか、私が嫌いになったのか。友もやにそう言われた時の、隠しようのない混乱と、不思議な喜びの感情を、 紫乃は今でもありありと思い出すことができる。それから約半年ばかり後のことだったろう。葵川の足の中で、ふいに、篠は智也に抱かれた。その時は、智也の母と、こちらは紫乃と母と妹と、兄の繁次郎と6人で、蛍狩りに出たのであった。はじめ繋いだ屋形船の中で、十爪を開け。 船宿から3人ほど来て酒を抜くためたり、生けすから揚げた魚を作って出したり、賑やかに焼酒炎を開いた。篠は、そのうちに妹にせがまれて、やむなく、1人で、蛍を取りに船から出た。船宿で作ってくれたお笹の束ねたのと、蛍籠を持って、なかなか取れない蛍を追ってゆくうち、いつか広い瓦の足の茂った中へ紛れ込んでいた。 そこへ、ともやが探しに来たのである。篠さん、どこです篠さん。こう呼ぶ声が聞こえた。篠は黙っていた。くすくす笑いながら、黙って、しんと、足の中に立っていた。しかし、篠は、白っぽい色の一衣を着ていたので、飛び交うおびただしい蛍の光に映って見えたのだろうか。やがて足をかき分けながら、ともやが近づいてきた。 3. 肩を抱きしめた激しい力頬や唇に受けた気の遠くなるような接触それは思い出そうとしても思い出すことができない身内のどこかに感覚の記憶として残っている確かに記憶には残っているのだが風のないムシムシする夜であった足の茂みはそよとも動かなかった青い川の流れの音がささやきのように聞こえていた まずい、なんだこれは。ある宵の食前で、両平が、煮物を箸でつつきながら、鋭い目でこちらを睨んだ。それから箸を投げ出し、こんなものは食えぬ、片付けろ、こう言って、爆荒らしく立ち上がった。目が憎悪に燃え、両手の拳が震えていた。俺は、これまで、食事のことで文句を言ったことはない。彼は、 喘ぐような声で言ったどんなものでも、大抵、黙って食べる。だが、この頃のお前のこしらえられるものは何だ、こんなものを食わせるほど俺を警部しているのか。警部という言葉を聞いて、しのは顔を上げた。両平は、それを上から射ぬくように、凄まじいほどの目で睨み、何か言おうとして、そのまま、自分の居間の方へ去った。しのはじっと座っていた。 不思議に快よいような、復讐でもしたもののような、一種のいたがゆい感情が湧いてきて、我にもなく微笑さえ浮かんできた。少なくとも、今のは本気だった。しのは、こう思い、だが、ともやは、どんな場合にも、本気でぶっつかっていたということを追想した。その夜半のことであるが、寝床で、両平は、しのに謝った。 乱暴なことをして悪かったというのである。役目のことで、難しい問題が起こっている、気持ちが少しも落ち着かない、イライラしていたので、ついあんなことを言ったのだ、しかし、いや悪かった、忘れてくれ。両兵は、こちらへ手を伸ばした。けれども、しのは、黙って、反対の方へ寝返った。上村の縁談は、ひま国こから出たものであった。 その時、紫乃がどうして断れなかったのか、まだ生きていた父も、母も兄も、強制はしなかった。しかも紫乃は承諾したのである。青い過半の夜の出来事が、紫乃には罪のように感じられていた。その時の一瞬の旋律に似た、深い感覚の喜びは、はばかり隠すべきもの、不道徳なもの、受けてはならぬもの、はずべきものというふうに思えた。 おそらく、そういう意識が、上村との縁談を承知させたのであろう。確かに、承諾の返事をした後では、長い間の精神的緊張から解放されたかのように、静かに心の安らいだのを覚えている。上村との結婚に、妹だけは反対した。もちろん、誰も相手にしなかった。妹は、篠が上村へ来てからも、 反対の意思を飼いぬ風で頻繁に訪ねてきながらどうしても良平になずもうとしなかった。お義兄様の目は世の中を善悪の二つにしか区別できない目だわ。喜びも悲しみも知らない、許すことも人を愛することも知らない冷たい石のような目だわ。文夫はしばしばむきになってそう言った。お義兄様を見るとこっちがぞっとしてくるの。 凍った石にでも触ったようにぞーっと寒気だってくるわ。しのは笑って聞き流すかごく軽くたしなめる程度であしらった。自分の心を見透かされないためにあなたには何も分かっていないのだそういう態度をとってきた。そうしてついには結婚の幸不幸について節つ夢いたことさえ言ってしまった。それに対して妹は。 たただ一言で答えたおかわいそうなお姉様。かなり日がたってからも、それを思い出すと、しのはぞっとした。体を縮め、固く目をつむって、息苦しさのあまりあえぐのであった。11月になってから、良平は、常駐で泊まることが多くなった。役所の仕事が多忙だそうで、それは、難しい問題が起こって、といったことに関係があるらしい。 時には、4、5人の同僚を連れて帰り、居間で夜を徹することなどもあった。客が3人泊まった翌朝のことである。まだほのぐらい自分に朝食を命じ、それが済むと、良平も、客と一緒に出て行った。その後、両人の居間を掃除していると、一つずりの書類を見つけた。これまで、決して、そんなことはなかった。特に、 紅葉に関するものは大切にしていて、机の上に出しておくことさえなかったのであるが、それは、机の向こうに落ちていたし、急いでいたので忘れたものだろう。そのまま机へ乗せようとして、篠は、何気なくばらばらとめくってみた。それは、五十六葉の綴りで、住みとが所だろう、人命に、数個の罪状を付したものが列記してあり、その括弧の上に、 しおい、ええー、などの字が書いてある、死という字は主であった。四死のは、ああと声を上げた。その中に、友也の名があった。馬回り総支配条約四百二十国十人淵西原友也。そうして、その上に、死と、主で書いてあるが、墨で二度まで消してあるのは、他の罪とがを改めたものと見える。罪状は、ごく簡単に、 国郎はじめ重臣数名を暗殺しようとした首謀者ということが記してあった。非常に怖ろしいものを見たように、篠は、それを、机の上へ投げ出した。それからまた、すぐに、それを、机の向こうへ、元のように落とした。ちょうどその時、廊下を走るようにして、慌ただしく、両兵が戻ってきた。危うい一瞬であった。 シノがほうきを持つのとほとんど同時に、良平が入ってきて、部屋の中を見回した。ここに書いたものがなかったか。彼は、鋭い目でこちらを見た。シノは、自分でもびっくりするほど落ち着いて、何かお忘れ物でございますか。こう言いながら、静かに周りを眺めやった。良平は、慌てた様子で、机のそばへ行き、抽出を開けたり、 書類棚を書き探したりしたが、やがて、机の後ろにあるのを見つけ、それを取って、ほっとしたように懐へ入れた。今夜は城で泊まる。良平は、こう言って、さらに何か言おうとしたが、頭を振って、急いで出て行った。昼の食事も、死の輪などを通らなかった。あれから、妹は、例によって、四五日に一度くらいの割で来るが、 友也のことは、全く口にしなかった。むろん、こっちから聞くわけにはいかない、まだろう者にいるのか、それとも出たのか、どんな罪でそうなったのか、何も分からなかった。もしかすると、妹が、こちらの気を試すつもりで、無根のことを言ったのではないかとさえ、思っていた。それが、重臣暗殺の首謀者、しかも罪とがは死罪だという。 暗殺の冒険などは理由なしに行われるものではあるまい。どんな理由でそのようなことが計画されたのだろうか。その頃の政治は言うまでもなく先制で、当局者のほかはこれを配備することを許されない。特に夫人たちは異例もないわけではないが、ほとんど除くこともできなかった。したがって、死のも藩の政治情勢などは全く知らず、 そこに、どのような事情が隠されているか、それがありえることかどうかさえ、見当がつかなかった。なんとかしなければならない。その夜、ひと夜、寝床で転々しながら、しのは独り言を言った。友也様は、死罪になる、友也様が、家へ行けない、あの方を死なせてはいけない、なんとかして助けてあげなければ、なんとか法を講じて、でもどうしたらいいだろう。 どうしたら助けてあげられるだろう。シノは、実家の兄に相談しようかと思った。夜が明けたら尋ねようと決心したが、兄も何度奉行をしている以上、そういう大事を知らぬはずはないし、助けることができるものなら、それだけの工作はしたであろう。とすれば、兄の力では、それが不可能であったか、実際、友もやの冒険が死に値するものか。 どちらかに違いないな兄ではダメだ、兄では、それでは、他に、どんな方法があるだろうか。国家老の今木み表へ。父方のおじにあたる、中老の黒部太夫母方のおじで、老職館入りをしている松島劇。頼みそうな人をある限り思い出してみた。けれども、やがて、自分が上村良平の妻であるという事実に突き当たった。 そうだ、自分は、大目府上村良平の妻だった。自分には何もできはしない。仮に方法があったとしても、上村の妻である、自分が、他の男のために何かするということは許されない。世間も人も、許さないだろう。ほのかに、明け方の光の差す小窓を見上げながら、篠は、一人で、絶望のうめきを上げた。明くる日の午後、良人が、 城から今夜も帰らないという使いをよこした。それで、篠は、本場に兜の助を抱かせて、随分、久方ぶりに、実家の菅川へ行った。何か事情がわかるかと思ったのであるが、母も兄嫁も妹も、そのことは何も知っていなかった。なんだか難しいことばかり言って、ごたごたばかり起こして、男のほうたちって嫌だわねえ、兜さん。 母は、兜の助を抱いてあやしながら、しごく、のんきに、そんなことを言った。うるさい揉め事や、いさかいそいのない、静かな世の中が来ないものかしら、相当な知恵者が揃っていて、いつも何かかにかやり合っているのだもの。ねえ、兜の助さん、あなた大きくなったら、もっと静かな住みいい世の中にしてくださいね。しのは思い切って、ともやが資材になる。 ととといううことを打ち明けようとしただが、打ち明けたところで彼女たちにどうすることができるわけでもないことに自分の見た書類も判決文であるかどうかもはっきりと断言はできないのである。それで、結局は何も言わずに2時間ばかりいて家へ帰った。城で泊まると、使いをよこした両親はその夜10時頃になって突然帰ってきた。ご用が。 意外に早く片づいたので、良平は、珍しく、そんなことを言った。酒を飲んでいると見えて、そのためでか、他にに訳があるのか、例になく明るい顔つきで、眠っている兜の助を見に行ったりした。あくる日は、午後から、6人の客があり、夜にかけて、賑やかに酒が続いた。何か一変ついたのだ。主席の弾んだ話ぶりには、 それが明らかに評割れていた。良平が難しい問題と言っていたことであろう。同時にそれは智也にもつながっているのかもしれない。あの書類に列記されていた人たちの罪が決定したのだろうか、智也はやはり死罪なのだろうか。救治をしながら目で耳であらゆる神経でそれを探り取ろうとした。だが彼らは用心深く。 役所の話には触れず、何事も知ることができなかった。良平の途上儀場は平常に帰った。気のせいか眉が開いて、寝る前の酒、彼は、一人では、食事の時は飲まなかったには、笑い顔さえ見せるようなことがあった。こんな風にして、七日ばかり経ったある夜、暮れ方から雨になっていたが、いつもの時刻に茶を持って行くと。 この頃兜之助のはどうだ。両人が常になくこう話しかけた。そんなことは初めてである。篠はそこへ座った。やはり、兜之助のがそばにいてくれなくては寂しいか。いいえ、もう慣れましたから。慣れたから、うむ、慣れた。両平はふと、雨の音を聞くように黙った。それから、窓の方を向いたまま、 両手の指を組んで、日よけの上へかざし、ささやくような低い声で、独り言のように言った。子供は、私とお前の血を分けている。初めから私の子であり、お前の子だ。しかし、私とお前とは、元は他人だ。お前が何を望み、何を考えているか、私には、心底までは分からない。それではたまらない。夫婦であるからには、 お互いに真の底まで分かり合いたい。それには、二人の密接な時間が必要だ。ことに、私はこんな性質だから、自分で納得の行くまでは、安心ができない。そこの底からお前を知り、身も心も、私の妻にしたかった。それで、子供もおうまいから話したのだ。しのは、目を伏せたまま黙っていた。ずいぶん利己主義だと思った。 母親からこう引き離してまで、妻を自分に引きつけておいて、形だけ密接であれば、気持ちもそれに応ずるというのだろうか。自分がそれで納得できれば、離されている子どもや母親は、どうでもいいのだろうか。夫婦は、子どもを通じて、初めて、密接につながれるものではないだろうか。こう思いながら、だが、シノは何も言わなかった。 お前は私に不満かもしれない。私は、初心者の出だ。随分苦しく貧しい中で育った。日常のことでも、お前の目には、警部したいような、無様なことが多いだろう。それはよく知っている。しのは、びっくりして目をあげた。しかし、私はこのままではいない。ここまでこぎつけるためには、すべてを捨てなければならなかった。何もかも、 人らしいところまで出世をするために、そうしてその時が来た。これからはいくらか落ち着くことができる。少しはその方の修行もして、お前にも警部されないくらいの人間に。両平はそこで言葉を切った。廊下を急ぎ足に来る音がする。それは障子の外で止まり、中国方から使いが来たと伝えた。中国から死者。 良平は首をかしげた。急を要しますので、お玄関までと申すことでございます。よし行くと言って、良平は立った。どういうつもりでもない、一種の直感に引かれて、篠は、その後からついて行き、玄関脇の襖の陰に身を潜めた。何はろう、牢を破ったというのか。驚愕したような両人の声が聞こえた。 老板に内通者があったようでございます。辰口で三名捕らえましたが、あとは、お城の絡め手へ抜けたらしく、帝の人数は倍増しにいたしまして、町奉行の手の者も。そういう死者の声も取り乱していた。篠は、足音を忍ばせてそこを離れ、猟人の居間へ戻って座った。ハロー、友也様だろうか。老者は場外にもある。 庶民を入れるもので、鉄砲馬場の北の、形状の森の中にある、城中のは侍だけのものだが、どっちで波浪があったのだろうか。篠は、何を祈るとも、なく祈るような気持ちで、しんと頭を垂れながら、目をつむった。洋平はすぐに戻ってきた。そうして立ったまま、せかせかと言った。御用で出る、今夜は帰らぬかもしれぬ。 両人に支度をさせて送り出した後、召使いを寝かせてから、自分も一度寝床へ入った。しかし、眠れそうでもないし、ことによると、両人が帰るかもしれないと思い、今へ戻って火をかき起こし、茶を濃く入れて、縫いかけのものを取り出して座った。お前は私に不満かもしれない。私は、初心者の出だから、警部したくなるような無様なことが多いだろう。 両人の言ったことが思い出された。警部という言葉はいつかも出た。今夜は二度、姉妹の方で中断されたが、お前に警部されないような人間にと言った。しのは、両人を愛することができない。それが高じて憎むようにさえなってきた。けれども、警部などということは、自分では夢にも感じたことはなかった。何を思い違いしているのだろう。 自分のどういうところがそんなふうに見えるのだろうか。しのは、針の手を膝に置いて、これまでの良人との明け暮れを思い返そうとした。その時であった。すぐ、縁側の外の雨戸を、ひそかに指先でたたく音がし、自分の名を呼ぶような声が聞こえた。はじめは、風が遠い揺らし、雪のささやきだと思った。が、すぐに、 しのさんという低い囁きをはっきり聞き、ぞっと、背筋に水を浴びたように感じながら、しのは、夢中で立って廊下へ出ていた。しのさん、しのさん。声は、雨戸のすぐ外でしていた。智也です。開けてください、しのさん。しのは、ガタガタと震えた、開けてはいけない、こう思いながら、ほとんど無意識に、手は雨戸を開けていた。 もう、積もり始めて、うっすらと白くなった庭に、黒い人影が見え、開けた戸口へ張り付くように寄ってきた。ちょく待ってください。私のためではない、半全体のために死んではならないのです。あなたが、武士の娘ならわかるはずだ。お願いします。それが、友也であるとはっきりわかる前に、篠は、彼を上へ上げ、雨戸を閉めた。 庭に足跡は残っておりませんか大丈夫です。雪が消してくれました。そのままこちらへ、どうぞ。智也はせんであった。ざっと拭いただけで上がると、シノは自分の居間へ連れて行き、難度を開けて中へ入れた。ここは、私のほかに、決して人は参りません。今、何か温かいものを持って参ります。 そこに小屋具がございますから、どうぞお楽になすっていてくださいまし。篠は、襖を閉めて戻り、廊下から、畳の上をよく見て回った。両人は見つける。汚れたところを丹念に拭きながら、頭のどこかで、そういう警告を聞いた。両人は必ず見つけるに違いない、あの、冷酷な、容赦のない目から逃れることはできない。 きっと見つけるにそういない。しのは、喉へ、硬いものが詰まったように感じ、レムを飲み込もうとして、大きそうになった。野の間で雑炊をこしらえていると、カブとのすけのむずかる声がし、お馬がかわやいいてゆくのが聞こえた。その後はまた、しんかと静まった。幸愛なのは、子供と話されていることだ。カブとのすけとお馬とは、廊下を鍵なりに曲がって、 五つばかり向こうの部屋にいる、良人の好みで、召使いたちもずっと離れていた。でも良人は見つけるだろう。シノは、雑水ができたのを思って、何度へ行った。トモヤは、横になっていたらしい。羽を切ると、赤に汚れた髪や体の、嫌な匂いがした。わざと、この家を転ってきたんです。出口を塞がれてしまってね。 オーメフの支度なら安全だと思って、逆に虎欠を選んだわけですよ。友也やは、暗がりでさじを取った。今からさしてくるともかげで、彼の姿がおぼろげに見える。髪もくしゃくしゃだし、ひげも伸びていた。青白く頬がむくんで、すっかり顔つきが変わっていた。彼は飢えているのだろう。暑いので、顔をゆがめながら雑炊をすすり、こちらは、 見ずに低い声でせかせかと話した。暗殺計画などではない今木国郎と副審の重心数名が井川の改修工事をめぐってかなり大掛かりな特色をしているそのほかにも年貢収納の関係で大地主たちと不正の事実がだいぶあったそれを摘発して政治の粛清を図っていたところどこからか漏れて彼らから先手を打たれ 暗殺の冒険ということにことされたのだという。こうなれば喧嘩ですよ。帰ってさっぱりしました。ここに長所を持ってますからね。友也は、腹帯と思える辺りを叩き、にっと笑いながら言った。警戒が緩んだら脱出して、江戸へ行きます。一班のためですから、ご迷惑だろうがお願いします。そして、初めて、篠の方へ目を上げた。六。 3日ばかり、両人は家へ寄りつかなかった。篠は、必要な時は、兜之助を連れてきて、自分の居まで遊ばせた。そんなところへ、両兵が突然帰ったりしたが、彼は別に何も言わず、食事をしたり着替えをしたりして、すぐにまた出て行った。妹が来たのは5日目のことである。来て座るなり、文雄は、 非常な大事を知らせるように、波浪のことを語った。牢を破ったのは7人ですって、3人は、どこかの帝で捕まり、もう1人は、大橋のところで、それから街道口で1人、つまり5人捕まったけれど、友也様と、もう1人、の方はお逃げになったらしいですわ。でも、それが、逃げられたのが友也様だということが、どうしてわかるの 西原のお家へ役人が詰めているのですって、五人も夜昼ずっと詰めて見張っているということですわ、もう大丈夫よ、もう五日も経つんですものね。どうしてそんなことをなすったのかしら、どんな悪いことをなすったのかしら、何かわけがあるのよ、あの方が悪いことなどなさるはずがないじゃありませんか。ふみよは怒ったようにこう言って肩を言った。よほど、 友也は、ここにいることを告げようかと思ったが、まだその時期ではないと思い、しまいまで知らぬ顔をしていた。7日目ごろから、良人の勤めは、また平常に帰った。おそらく捜査は打ち切られたのであろう。神経の尖った、イライラした顔になり、食事も進まぬ様子で、些細なことにびっくりするほど怒って、声を上げた。友也へは、日に三度 雑炊を運び夜半にはお皮を開けてやる何でもないようだが人の出入りの隙を見てするので絶えず緊張している上に見つかったらと思う恐怖がつきまとい熟睡することもできない日夜が続いて志のは身も心も疲れ果てていったある夜半気温が高く雨の降る1時頃であったがそっと寝床を抜け出し友也のお皮をきれいにして 何度の前まで戻ってくると、出巻きのままで、両人が今へ入ってきた。足音も聞かせず、突然、ぬっと、両人がそこへ現れたとき、ノは、あっと叫び声を上げ、紙で包んだおかわを持ったなり、そこへ、立ちすくんだ。何をしている。両兵は、ギラギラした目でこっちを見た。そこに持っているのは何だ。ああ、ああびっくりいたしました。 死のは大きく喘いだ。必要以上に大きく喘いで、そうして、ごく自然に微笑しながら。殿方のご存じないことでございます。あちらへいらしていてくださいまし、こんなところへいきなりいらしたりして、まだ、こんなに動機がひどうございますわ。こう言って、わざと襖は開けたまま、何度の中へ入っていった。もう二足か三足、両人がこっちへ来れば。 友やは見つけられるだろう。咳一つしてもおしまいだ。篠は、めまいがしそうになった。心臓が喉へ突き上げるような感じで、脇の下に汗が流れた。寝そびれたようだ。酒を飲もう。こう言って、今で両人の座る気配がした。篠は、はいと答え、友やに手を振って見せてから、難度を出た。両人が感づいた。篠はそう思った。 こんな夜半に酒を飲むなどということは例がない。何か気づいたので座り込んだに違いない。こう思ったけれど、今度は、しのは逆に落ち着いた。いずれにせよ、長い時間ではない。発見された時は自害をするだけだ。できるなら友也やを逃がして、しのは、酒の支度をしながら、ひそかに、会見の袋を解き、すぐ抜けるようにして。 帯の間へ挟み入れたお前にも一つ参ろう。支度ができて座ると、良平は、まず飲んでから、しのに、杯を差し出した。それを受け取るとき、のの手は震えた。どうしたひどく震えるではないか。今驚いたからでございますわ。本当に面白いように震えますこと。まるで悪事でも見つけられたようだな。ええ。 そうかもしれません。しのは、媚びのある目で両人を見た。仮にも、旦那様の目に触れてはならないものを見られてしまったのですから、でも、突然は一体ら知った方も悪うございますわ。そんなにムキになって言い訳をするほどのことか。両平は、唇で笑いながらこちらを見た。しのは頭がクラクラしてきた。叫び出したくなった。 何度の襖を開けて、声限りに、さあご覧なさい、あの方はここにいます。私が序くまっていたのですと、絶叫したくなった。それは、衝動のように激しく、ほとんど立ちそうになったが、その時両良平が首を振って、退屈そうに、杯を持ちながら言った。女はつまらぬことに気を遣うものだ。そして、それからはいつものように、 冷ややかな顔で黙って飲み、間もなく寝床へ立っていった。助かった。気づかれなかった。体中の筋がバラバラになるような、深い安堵と気落ちとで、しのは、ややしばらく立つこともできなかった。その夜は久方ぶりに熟睡した。あの危うい瞬間にも、良人に感づかれなかったという安心のためだろう。朝の寝覚めもすがすがとして。 頭が快くさえ、体にも力がみなぎるように思えた。途上する良人を送り出してから、シノが、何度へ食事を持って行くと、友也が脱出したいと言い出した。両兵の勤めぶりで察すると、ある程度まで警戒は緩んでいるらしい。そうでないにしても、日が立ちすぎると、手はずが狂うということだった。辰巳門で捕まったのはおとりです。わざと、 3人で追手を引きつけ、その隙に我々が逃げたのですが、家事、大井、岩光、その中で2人捕まったとすると、誰が脱出できたか分からないし、1人ではいつまで待ってもいられないでしょう。どこかで待ち合わせるお約束ですのね。葵川の下流の幕さんという船着きです。もう10日以上になりますから。そこで思案したのだがと、智也は。 自分の計画を語った。それは雨か雪の日に妹に友を連れて来たさせる下僕の着物と雨具をひとそろえ持ってきてもらい友やがそれを着て友の者が実家何か取りに行くいで抜け出す。文代は日の暮れるまでいて夕方のごたごたした時に帰るというのであったいろいろ案を立ててみたんですがこれより他に手段はなさそうです。 ふみよさんとご相談の上、ご迷惑でしょうが、ぜひ、そう手配をしてください。わかりました。では、妹を呼びまして。しのはうなずいて立った。聞いているうちに、それが、一番良い方法だと思ったのである。それですぐに、妹へ使いをやった。ふみよの驚きは、非常なものであった。それから、手を打ち合わせて声を上げ、 例の天井を向いている鼻を反らせ興奮のあまり頬を赤くしていても立ってもいられないという風にはしゃいだ。友也やが死のの懐へ逃げ込んだということがまず大変気に入ったらしい。それをさらに自分が一役買ってここを脱出させようという。文代にはこれが刺激の強い物語を読むような胸のドキドキする興味をそそられたようであった。 やっぱり、智也様は、頭がいいのね、石仏さんのところへ潜るなんて、よほど知恵が回って、勇気がなければできることではないわ、お姉さまもよくなすったわ、よく、その勇気が終わりになったわね、お立派よ、私、これで胸が精製しました。もっと真面目になって、ちょうだい、一つ間違えば、智也様も私も生きてはいられないのよ。お姉様 ねえ。ふみは、膝ですりおり、しのの手を握って、思いつめたような目で、じっとこちらを見つめた。ともや様とご相談なすって、お姉様さまもご一緒にお逃げなさいませんこと。まあ、何を言うのあなたは。それが本当だと思うんです。私知っていましたわ。ふみの目に、キラキラと涙があふれてきた。お姉さまがともや様をお好きだということ。 ともや様もお姉様さまを好いていらっしったこと、いいえお隠しにならないで、私ちゃんと知っていましたの、お二人は、一緒にならなければいけませんわ、そうすれば、お二人とも、幸せになれるんです。お姉様、さま、もう一度、勇気を私しになって、人間は二度とは生きられませんのよ。しのは、妹に手を取られたまま、目をつむった。両人の顔が見えた。 冷酷な目が、感情のないこわつきが、そしてぞっとするような微笑が。シノは、その現像を思い浮かべながら、やがて、ふと寒気でもするように、肩を縮め、ありがとう、文みさん、嬉しいわ。こう囁くような声で言った。人間は二度とは生きられない、勇気を出してみるわ、本当にありがとう。文みは、涙をこぼしながら、 その濡れた方を姉の手にすりつけ、まるで笑うような声で、肩を震わせてむせび上げた。しのは、瞳孔の開いたような目で、じっと空を見上げていた。それから、三日目に、馬前から雨が降り出した。このところ、ずっと気温が高く、今年は雪が少なそうだと言われていたが、その日は、前夜からひどくいて、朝になると、 空は一面雪雲に覆われ、凍ったものがいつまでも解けなかった。冷えたのだろう、良平は腹が痛むと言って、勤めを休むことにし、役所へ使いをやった。今日は降るだろうに、困った。篠は当惑したが、果たして11時前に雨が降り始め、馬を過ぎるとかなり強くなって、そうして、その雨の中を妹がやってきた。 上村が休んでいるのよ。どうしましょう今で向き合うと、すぐに、しのが言った。何度は、寝間にそう遠くないし、上村は耳が早いから、気づかれたらおしまいよ。断じてやるのよ。文代は、躊躇なく言った。断じて行えば、奇心も引くだわ。運は天にありよ。それから、声を潜めて聞いた。あのご相談、なすって。ええ、後で話すわ。 篠は、うなずいてようありげに立った。いよいよ結婚することにおった。文よは、兜の助を抱いてきて、今や廊下で一緒に遊び出す。篠は、その間に、何度の友やに支度をさせ、隙を見て裏口から出してやる。が川まで物を取りに行ってまいります。こう言って門を抜け出す手はずだった。京部屋は、玄関の横にあるので、 裏から回って出ると門番に見つかる危険が多い、頼みは雨であるが、無事に通り抜けることができるかどうか。あなたには大変なご迷惑でした。支度が終わると、智也やは、こう言って、食いしめるような目で死のう見た。今後のことは予想もつきません。ことによると、もっとご迷惑をかけることになるかもしれない。けれども、信じてください。私は、 どうしてもこれをしなければならなかったのです。そして、私の、力の及ぶ限りは、あなたを不幸にはさせないつもりです。しのさん、どんなことがあっても、気を売らずにしっかりして、待っていてください。良いご守備を、お祈りいたします。大丈夫やってみせます。では、今度は、天下晴れてお会いしに来ますよ。避ける暇もなくしのの手を取り、 それを固く握って、智也は静かに笑った。裏口から彼を送り出すなり、篠は、間を計って玄関へ行き、障子を開けて門の方を見た。脇の小部屋から、若い菓子が何事かと出てきたが、手を振るとすぐに引き込んだ。その時、前庭へともが現れた。雨がっぱを着、傘を深くかぶって、前鏡に、 すたすたと、門のほうへ行く。篠は息が詰まってきた。心の中で合唱し、神に祈った。友也やは、無事に門を出て行った。済んだわ。今へ戻った篠は、文みにこういうなり、くたくたとそこへ座って、虚脱したようにため息をつき、もう一度低く呆然とつぶやいた。すっかり済んだわ。文みはくれ方までいた。 雨は雪になったが、その雪の中を借りた日下友を京に持たせて帰っていった。人の出入りもあり、時間も経っていたので、門番は気がつかなかったらしい。別に不審されることもなかった。年を超えると、すぐ、江戸から死者が来て、日巻墨氷へは退名になり、自責の渡辺力が国家老を代行することになった。篠には、もちろん、 その方面のことはわからないが、少なくとも、それが友也と無関係でないという点だけは、察しがついた。おそらく、彼は脱出に成功し、江戸へ行ったに違いない、今木国郎の対面は、その証明であると思っていいだろう。おめでとう、お姉様、ま、とうとうやったわね。妹は、訪ねてきて、手を打って行った。もしかするとって、思ったけれども、 やっぱり友也様だわ。大掃除が始まるのね。きれいさっぱりと。誰がどうなって誰がどうなるか。ともかく、新しい風が吹き出すんだわ。お姉様、勇気を私しになってね。文みは、どんなにでもお力になるわ。今度こそ、本当にお姉様らしく生きる機会を。もう、心配はご無用。勇気は出しているわ。きっとよ。約束してよ。これで。 私の夢が叶うわのがう文雄は三日にあげずきていろいろの情報を伝えた。江戸からは二度目三度目の使者があり、老職のうち沢渡幸左衛門と沼の又蔵が差し控え、筆頭年寄の小林道之助が近親を命ぜられた。ついで母方の叔父の松島劇が筆頭年寄を代行し、 実家の兄が老食館入りを命じられたという。この慌ただしい変動の中で、良平は次第に落ち着かなくなった。はじめのうちは客も多く、老けるまで密談をしたり、また、こちらから夜になって出て行き、夜半に帰ることなどもたびたびあった。それが、やがてぱったりと耐え、客も来ず外出もしなくなると、目に見えて気力が衰え、 息沈むという感じになった暗くなる、僧暴と暗くなる。こんな独り言をつぶやいたり、じっと壁を眺めながら、ため息をついたりした。藩主の大和の神貞明が帰国したのは2月下旬であった。そして、数日して、良平は飯出しを受け、そのまま家へ帰らなかった。妹の報告によると、上州の牢へ入れられたのだそうで。 両平の他にも、春大地の進むという収納方や、軍部業の川口大輔、坂本和右衛門など、56人の者が、ろう者へ入ったということだった。裁きの内容は知りたくもなかった。上村の家は、門を閉められて番詞がつき、本場と下女一人を残した他は、菓子も召使いも暇を出した。時折、裏から妹が来るだけである。 それも内密の許しだから長く入られない。話すことを話すとすぐに帰っていった。お姉様大変なお知らせよ。ある日、文代が来て息をせいて言った。智也様が大目府にご就任なすったんですって、昨日お沙汰があったということよ。それで、何が大変なのまあ、お姉様にはこれが何でもないの。智也様が大目府よ。 シノの頭の中で、その時悲しげなつぶやきの声が聞こえた。相望と暗くなる。ふみよが帰ってからも、その声は訴えるように、いつまでも頭の中でつぶやいていた。その次の日のことであるが、半ば、公然と友也やが訪ねてきた。シノは、本場を取り次ぎに出して、どうにも気分が悪いからと、会うのを断った。彼は、 三日ばかりしてまた来たが、その時も、本場を代わりにやって、両人の罪の定まれまでは、誰にも会わない、ということを伝えさせた。友もやは、それで、こちらの気持ちを察したのだろう。こなたのご尽力で、反省改革にこぎつけることができた。この御恩は、自分一人のものではなく、一藩の救いともいえる、母子お二人のことは必ず引き受けるから。 体を大切に気をしっかり持っていてもらいたい。こういう意味の伝言をしていった。両兵から離別状が来たのは三月中旬のことであった。横目から役人が来、両兵の遠い親族が三人寄って家財の目録を作り、死の,のものはすべて別にした。離別状は去年の十二月の日付であるが、それは良平に住家があったと 死の二類を及ぼさないための考慮で、良平の意師か、他に案を授けたものがあるかは知るべくもなかった。死のは、兜の助と御馬の杉を連れて、実家へ帰った。兜の助が懐いていて杉を離さないのである、死のが抱いてやっても、すぐ、御馬の方へ行きたがるし、夜は、御馬と寝床を並べなくては眠らなかった。母親は甘く育てるなんて。 ごらんなさいな。母はじれったそうに言った。次を話してやり直さなければだめですよ。あなたたちは、赤ちゃんから一人で寝たんですから、あんなについていて何すると、気の弱い子になるし、マスラオには育ちませんよ。ええ、そう思うんですけれど。シノは、寂しげに笑って答える。そのうちにそういたしますわ。もう少し私が元気になりましたら。 だが、進んで母の言うようにする風は見えなかった。昔の自分の部屋は兄嫁が使っているので、離れになった隠居所に一人で寝起きしていた。兄夫婦も母も妹も、しのの気を引き立てようとして、謝事の参詣とか、野遊びなどに誘い、暇があると集まって、かるたとかすごろくなどをするようにした。しのは強いて拒みはしなかったが、 外へ出ることは承知せず、遊びごともすぐ疲れたと言って抜けたがった。もう、あなたには関係がなくなったのだから、上村とのことは一切忘れて、これから幸福になるんだと思わなくてはだめですよ。あなたはまだ若いんですから。そう思っているのよ。でも、そんなに早く気持ちを変えることはできませんわ。篠は、やっぱり、静かに笑って答えた。 もう少しそっとしておいてくださいまし、だんだん落ち着いてきましたから、もうすぐ元気になりますわ、若いんですもの。5月、6月とたつうちに、しのは、次第に様子が明るくなり、化粧などもするようになった。一日中、母屋の方にいて、クリアで包丁を持ったり、母や兄嫁や妹たちと、笑い声を立てて話しきょうじたりした。 友也は一度も来なかったし、家人の間に、友也の話の出ることもなかった。しかし、裏では、双方から交渉が進められていたようである。それは、時折、文代の口裏に現れた。私、承知してあげたわ、お姉様。八月になってからの、ある夜、隠居所にいる篠のところへ来て、文代が、例の花をそらせながら言った。 何度断っても聞かないんですもの、熱心にほだされたし、お姉様もお幸せになるんだし、この辺が見切る時だと思ったのよ。それはいつかお話のあった方。ええ、武井という人よ、縄笛門というので、私これが嫌だったの。文代は唇をへの字にして、妙な声で言った、武井武史えもでござる。ええ、でござる。そして、 自分でプッと吹き出し、お腹を押さえ、身をもんで笑い転げた。ひま住ずみえらの罪が上ったのは、その年の十二月の下旬であった。この義獄は、意外に大がかりになって、豪農からも、数名の罪人が出、ひま住ずみえは切腹、重臣のうち二名は改役、三名は重禁慎、その他七名追放と、永謹慎、 弊門など全部で20名が申し渡しを受けた。重臣の処罰は幕府の認可を取らなければいけない。大和の神はそのため届けをして規定の参勤より一月早く正月の祝いを済ませるとすぐに江戸へ立っていった。83月5日に判決が公表された。上村良平は追放で2日後の3月7日。 関口から追われるるとということであるその前日の夜、文代が隠居所へ行ってみると、篠は、男物と女物の旅衣装を出し、何かこまごましたものを包んでいるところだった。何をしていらっしゃるの、お姉様、ま、お手伝いいたしましょうか。ありがとう、もう終わったところよ。こんな旅装束なんか、お出しになって、まるでどこかへいらっしゃるようね。 だってそうなのですもの。しのは、包んだものを脇へ置き、妹を見て微笑した。明日は、暗いうちに出なければならないのでしょう。今夜、こうしておかなければ間に合いませんもの。いやあねえお姉様、ま、何をおっしゃるの。ふみは笑おうとして、急にはっと色を変えた。姉の静かな表情と、落ち着いた微笑と、心の決まった姿勢と、ふみは、 叫び声を上げ、母を呼びに立とうとした。しのは、それを静止し、低い声で、母には知らせないでと言った。お母様にも、誰にも知らせたくないの、あなただけ聞いていただきたいことがあるのよ。お姉様、いらっしゃるのね。ええ、行きます。上村と一緒に。しのは、膝の上に手を重ね、目を伏せて、落ち着いた静かな声で言った。 あなたいつかおっしゃったわね。私が幸せではないだろうって。その通りだったの。上村へ行ってから、すぐ、この結婚は間違いだったと思い。はじめ、兜之とが生まれてからも、夫婦らしい愛情は持つことができなかったの。そうしてしまいには、憎むようにさえなっていたわ。しのは、正直にすべてを打ち明けた。病気になった子どもの看護さえ思うようにさせなかった。 良平、いつも、死のを、自分のそばへ引きつけておこうとし、こちらに対する感情とか、精神的な区割りのない自己中心主義、やりきれなくなって、心から憎み出した自分の気持ちなど、隠さずにみんな打ち明けた。そういう気持ちがなければ、友也様をお嬢くまいしたかどうか分かりません。あの時は誇張して言えば、何か仕返しをするような感じもあったわ。 でも間違っていたのよ、上村に不満ばかり持って、私自身、少しも、上村の本当の気持ちを知ろうとしなかった。上村は、孤独な気の毒な人だったのよ。あの夜半の上村の告白を、ほとんど、そのまま、しのは妹に言った。子供は、私とお前の血を分けている。だが、私と、お前は元は他人だ。 お前が何を望み、何を考えているか、私には心底までは分からない、それではたまらない。私はこんな性質だから、自分の納得の行くまでは安心できない。二人だけの密接な時間を持って、そこの底からお前を知り、身も心も、私の妻にしたかった。彼は、自分が初心者の術だということを言った。 篠に警部されることを恐れるるを恐と言ったなぜだろう彼はシノを愛していたのだこれからは警部されないような人間になる俺を警部しないでくれ5年の世も一緒に暮らし子供まであってそれでなおそういう告白をするのが単に自己中心な考えだけであろうか人にはそれぞれの性質があるわ上村には 初心者の出だという引け目があって、生まれつきの性質が一層偏っていて、妻を愛していながら、他の方のように、それを表すことを知らない。知っていてもできなかった。上村には才能もあり、出世もしたけれど、心からの友達もない。誰にも好かれていない。いつもみんなから敬遠されていたわ。慰めもなく、孤独で、他、のほのように、妻を愛することもできない。 本当に寂しい気のの毒な人だったのよよくわかるわお姉様さま上村さまのことはよくわかってよこう言って文代は姉の手を押さえたでもあの方がお気の毒だからといってそのためにお姉さまの一生を不幸にすることはないわ智也様さまはお姉さまを愛していらっしゃったこれまで独りみでいらっしゃったのもそのためとはおいにならない お姉様が、上村と縁が切れて、今度の騒ぎが落ち着いて、一年でも二年でも経ったら、お姉様を嫁に迎えたいって、この間から、お兄様や母様とご相談なすっていますわ。智也さ様は、今でも、お姉様を愛していらっしゃる。そして、お姉様も、智也さ様を、お好きなはずよ。本当にお幸せになる時が来ているんじゃありませんか。お姉さまお願いよ。 ふみよのお願いよ、ご自分を、どうぞ不幸になさらないで。ありがとう、嬉しいわ、ふみよさんしのは、片手の指で目を押さえた。しかし、声は静かで、しめやかに落ち着いていた。でも、私やっぱり、上村と一緒に行くわ、あの離別状を、どんな気持ちで書いたかわかるの。上村は、私を愛していてくれた。今でも愛していてくれるわ。 そうしてこの世の中で、上村の気持ちを分かってあげ、上村を愛することのできるのは、私一人よ、今度こそ、私たちは、今度こそ、本当の夫婦らしい夫婦になることができるのよ。翌3月7日の午前10時、中国方の役人に囲まれて、上村良平が、関谷口の縄手の松林までやってきた。追放者の多い場合は、 各人別々に話すのが通例である。阿弥陀と銭三百文、両刀を渡すと、改めて、水砲の胸を言い、私、両境を越すまで見送って確かめるのである。しかし、役人たちは、言い渡しが終わると、両兵の歩き出すのを見て、すぐ、城下の方へ引き返していった。両兵は、呆然と、引きずるような足取りで、 松林の中を歩いていてた痩せて目が落ちくぼんで唇の色も白く尖った肩を全鏡にしていかにも打ち砕かれたような姿である明るく晴れた空から木漏れ日が彼の顔にまだらの光門を投げまた消えては投げするこうして松林を出ようとした時右側の松の陰から旅支度の志が静かに出てきた 両平は、足を止めて、目を仕込めながら、不審そうにこちらを見た。お待ち申しておりましたしのは、こう言って両人を見上げた。両平にはまだわからないらしい。ふむいて、そっと頭を振り、それから、改めて死のを見て、そうして、突然、激しく顔をゆがめた。死の、どうするのだ。ご一緒にお供をいたします。 あなたのお支度も持って参りました。どうぞお着替え遊ばして。離別状は届かなかったのか。私が至らなかったのです。私が、身勝手な、いけない女でございました。でも、これからは直して参ります。きっと良い妻になれると思います。お願いでございます。あなた、どうぞ死のをお連れくださいまし。こう言って、たもで顔を覆い、死のは、 肩を震わせておえずした。良平は黙っていた。しかし、しのの言うことは分かったのだろう。しばらくして、そっと独り言のように。連れて行っては、お前を不幸にする。拒むのが本当だ。拒まなくてはいけない。けれども俺には拒めない。俺は、お前にいてもらいたい。この世の中で、俺には、お前が、ただ一人の味方なんだ。しの。 一緒に来てくれるか。あなた、うれしゅうございます。しのは叫ぶように言って、両人の胸へすがりついた。両兵は持っていた網傘を投げ、両手で妻の肩を抱いた。お前がいてくれれば、俺は生きることができる、もう一度。そして彼は激しく妻を抱きしめた。それから間もなく、 旅自宅に改めた良平と志が畑に挟まれた道を連れ立って東に向かって歩いていた。春の日はキラキラと暑いほど輝き畑一面に咲いた菜の花の木がまるで燃えるように打ち渡して見えた。兜之助は大丈夫だなはい、杉と母が見てくれます。私たちが落ち着きましたら迎えに参りましょう。明るい。 もったいないほど明るい景色だ。初めてでございますわね。シノはこう言って、媚びのある笑い方で両陣を見上げた。あなたと私と二人でこうして一緒に旅へ出ますのは嬉しゅうございますわ。名畑から逸れてきた蝶が二つ、両兵とシノの後を追うように楽しげにひらひらと舞っていた。